こんにちは、ケーキセスです。本日は大学の数学科で習う位相空間論の授業をもうめっちゃ凝縮してこの動画にまとめてみたいと思います。位相空間論ってね、もう誰もが最初は挫折するじゃないですか。もうなんか今までの数学と全然違う言語っていうね、なんかそんな感じのイメージ持つ人も多いと思うんですけど、もう大学の数学科で習う位相空間論の授業、まあ15回分かな、その15回分をもうめっちゃまとめて、この動画で最後までまとめてみたいと思います。もちろんね、この15回分の、授業をこの1個の動画にまとめるっていう感じですので、証明を全部追うのっていうのはもう絶対に不可能ですし、あとこれはね、位相空間論に限らずではあるんですけど、もうこれ先生によってね、授業内容って結構大きく違うんですよ。例えばこのチャンネルで前ルベーグナンバーレンマーとか、あとはハウスドルフ性と対角集合についてみたいな、なんかそんな感じの動画出したじゃないですか。はい、でこういうのもね、先生によってやったりやらなかったりするんですよね。はい、僕は、これ最初の授業では習いませんでした。こんなの全部独学でやりましたからね。だけど連結性についてとか連続性についてとか、こういったものはね、もう大体どの授業でも出てくると思います。まあわかんないけどね、まあそれでも出てこないところもまあもしかしたらあるのかもしれないですけど、まあそんな感じで授業をやる人の数だけその位相空間論の授業の内容っていうのは違うとは思うんですけど、まあそんなね、もうそういろんな授業の平均をとって、でこれで1個の動画にまとめたっていう感じですので、よろしくお願いします。ということで、まあ話していきたいんですけど、その位相空間論の授業の最初に出てくる概念っていうのはもう何といってもね、回収集合と閉集合ですよね。もうここから位相空間論が始まるっていう風に言っても過言ではないと思います。でまず言っておきたいのが、そもそも位相空間論、位相っていうものをなんで入れたいのかなんですけど、それはですね、近い遠いっていう概念を一般の空間にも導入したいっていう感じなんですね。数学で出てくる空間っていうのは、高校までのね、 XY 平面とか、XYZ 空間みたいな、なんかそんな感じのものばっかりではないんですよね。なんかわけわかんない空間から、実数への関数とか、なんかそんな感じのことを考えることもあるんですよ。でもそういうわけわかんない空間にも近い遠いみたいなものを設定したくて、でその対応物として、位相というものがあるっていう感じですね。はい、だから位相というものが与えられると、そこにですね、近い遠いっぽいものが、導入されるっていう感じですね。でじゃあ具体的にですね、どういう感じになれば位相というものが定義されたことになるのかなんですけど、それはさっき言った回集合形とか閉集合形とか、そういったものが与えられると、そこに位相が導入されたっていう感じになります。はい、まあもちろんこれだけではないんですけどね、これだけではないんですけど、まあ大体その最初の教科書ってそういう風になってると思います。ということで、まあ回集合とか閉集合というものを定義したいお気持ちみたいなところはね、まあなんとなく分かったとは思うんですけど、じゃあ回集合と閉集合って何やっていうところに次はなりますよね。まあ実際ね、その回集合とか閉集合を授業とか教科書で見た時に、その最初のこの定義を見た時に絶望した人も多いんじゃないですかね。まああれ最初にパッて見せられてもなんかわけわかんないですよね。ということで、回集合とか閉集合のお気持ちみたいなところをね、話して、まあもう超ざく、雑にね、語っていくと、まず回集合っていうのは、その集合の内部からちょっと外にはみ出ようとしても、外に出ることができない集合のことですね。そして反対に閉集合っていうのは、その集合の外部からちょっとでも中に入ろうとしてもまだ中に入ることができない集合っていう感じです。だからここにちょっとでも外にはみ出ようとしようとか、ちょっとでも中に入ろうとしようとか、なんかそういったところに近い遠いっていうものがなんかちらついてません？なんかこういったところを定義したいんですよ。でもちろん今の文章をね、そのまま、定義です、回集合と閉集合の定義ですっていう風に言うわけにはいかないですので、今の数学の言葉を使って定式化するんですね。でそうやって定式化したものが回集合形とか、閉集合形のなんか条件です。なんか変な3つの3条件ありますよね、あれです。まあちょっとね、位相空間論をかじったことある人だったら、もう最初に見た時わけわかんないあれをね、まあ見たことある人も多いと思うんですけど、実際に回集合形と閉集合形のこの条件、この3条件を見比べてみると、なんとなく反対感があるんじゃないですかね。回集合っていうのはちょっと外にはみ出ようとしても外に出ることができなくて、で閉集合っていうのはちょっと外から入ろうとしても中に入ることができないっていうことだったじゃないですか。はい、でこれのなんか反対感っていうのがなんとなく出てますよね、この条件の中に。で実際にこういう回集合形とか閉集合形とか、そういったものが定義されると、わけわかんない空間にも近い遠いという概念が設定されるんですね。はい、まあ本当はね、その回集合形が定義されれば自動的に閉集合形も定義されるし、でまた閉集合形が定義されれば自動的に回集合形も定義されるんで、まあどっちかでいいんですけどね、どっちかが定義されれば近い遠いの概念が、そこに設定されるっていう感じになります。まあということで、回集合形と閉集合形がね、何なのかっていうのが、まあなんとなくふんわり、分かったところでですね、で次にどういう概念を導入するかなんですけど、回角作用素というもの、それから平方作用素というもの、まあこの2つを導入します。まあまたパッと見ね、意味わかんないような言葉ってなってるかもしれないですけど、まあこれもね、また回角作用素のお気持ちを一言で言うと、その部分集合から、ちょっと外にはみ出ようとしても
外に出ることができないものを集めてくる対応のことですね。で、反対に平方作用素っていうのは、その点からちょっと膨らませると、その部分集合に触れてしまうようなこと、その部分集合の中に入ってしまうような点を全部集めてくる対応のことですね。まあ、これはね、さっきの回集合系とか平集合系のお気持ちよりはちょっと難しくなったかもしれないですけど、まあなんかいろいろ言いましたけど大事なことがあって、その部分集合に含まれる回集合の中で最大のものを取る操作、これが回核作用素で、反対にその部分集合を含む最小の平集合を取る操作、これが平核作用素ですね。なんか余計わかりづらくなったかな。まあちょっとどっちがわかりやすいかわかんないですけど、はい、まあてかこの辺ね、どう言い換えてもね、結構最初は難しいとは思うんですけど、はい、まあでも今の性質っていうのは結構大事なんですよ。はい、まあ本当はね、今の性質も定義に照らし合わせてちゃんと証明しないといけないんですけどね。つまりもうめっちゃ噛み砕いて言うと、まず適当に部分集合を取ります。で、これはもう回集合とも平集合とも限らないものですね。回集合とか平集合とかもう そういったね、もううるさいことは置いといて、とりあえず適当に部分集合を取ります。はい、で、それは回集合とも平集合とも限らないわけだったんですけど、その部分集合をちっちゃくしていくとどっかで回集合になるかもしれないじゃないですか。まあなるかもしれないっていうか、どんな部分集合もね、ずっとちっちゃくしていくといつかは回集合になるんですけどね。はい、まあ回集合の定義から空集合っていうのは回集合ですので、もう最悪何もなくせばね、それは回集合になるんですけど、でもある部分集合をこうちっちゃくしていくときに、まあ早い段階でどっかで回集合になる可能性がありますよね。はい、でそうやって、その部分集合を狭めていって、一番最初に回集合になるものを取ってきて、で、そうやって取ってきた部分集合、その回集合、それを対応させる操作のことを回核作用素っていう風に言いますね。はい、まあちょっとかなり噛み砕いた言い方してますけどね、結構語弊はあるんですけど、じゃあ反対に平方作用素っていうのは何かというと、またこれも適当にね、回集合とも平集合とも限らないような部分集合を取ってきて、で今度はそれを広げていきます。それを広げていくと、今度はね、どっかでまた平集合になるかもしれないじゃないですか。もう最悪全体まで広げたらそれは平集合なんですけど、もっと早い段階で平集合になる可能性はありますよね。で、そうやって回集合とも平集合とも限らないような部分集合を取ってきて、でそれを広げていって、で一番最初に平集合になるものを取ってきます。で、その操作で、それを対応させる操作のことを平方作用素っていう風に言うって感じですね。まあこの辺は何個か注意はあるんですけど、まず最初に取ってきた部分集合が回集合だったら、そこに回核作用素を当てがってももう何も変わんないですよね。だって回核作用素っていうのはその部分集合の内部の中で、内部の回集合で一番大きいもの、それを取ってくる対応だったわけなんですけど、もともと取ってきた部分集合っていうのが回集合だったら、それはもう何も変わんないですよね。それがそれ自身が最大なんだから。で、それはですね、平方作用素も同じですね。もともと取ってきた部分集合、これが平集合だったら、その平集合に平方作用素っていうものをあてがっても何も変わんないですね。まあ理由は、さっきと同じなんですけどね、理由はその、平方作用素っていうのはその集合を含むような、部分集合の中で最小の平集合を取ってくる操作だったわけなんですけど、もともと取ってきたその部分集合っていうのが平集合なんだったら、それはもう広げるまでもなく、それは平集合だからですね。そして、今の話、ここまでの話をまとめると、まず回集合と平集合っていうものを定義して、でそれに付随して回核作用素と平方作用素を定義するっていう順番でこれ今話したじゃないですか。まあそういう流れで話したんですけど、実は回核作用素もしくは平方作用素、この2つのこの操作の方を先に定義して、でこれで位相が導入されたことになって、でそこから回集合と平集合を定義するっていうね、そういう逆の順番もできるんですよ。つまり回核作用素というね、操作の方を先に定義して、でその操作で変わらないような部分集合のことを回集合と呼ぶみたいなね、なんかちょっと頭バグりそうになるかもしれないですけど、そういう逆の順番で位相を定義することもできるんですね。ていうか昔は回核作用素っていうね、その操作の方を先に定義して、でそれで位相が導入されるっていうね、そっちの順番の方が主流だったんですけどね、主流だったらしいんですけどね、なんかちょっと見てきたかのように言ってるのはちょっときしょいですけど、まあそんな感じで、ここまでをまとめると、まず回集合形を定める、それから平集合形を定める、それから回核作用素を定める、そして最後に平方作用素を定めるっていうね、この4つがありましたけど、この4つの中のどれか1つでも決めれば、残りの3つっていうのも決まるので、その4つのうちのどれか1つを定める行為っていうのが位相を定める。でそこで近い遠いっていうものが設定されるっていう感じなんですね。まあ本当はね、基本近傍形を定めるやり方とか全近傍形を定めるやり方みたいなね、まあなんかそういう5個目6個目みたいな、まあそういう話もあるんですけど、まあいずれにせよ、やりたいことはそのあの手この手で近い遠いっていう概念を設定したいっていうことですね。まあその中の、一番なんか簡単な例として回集合形を定めるとか平集合形を定めるとか、そういった感じの、まあそういった感じのことがあるってか、まあ、めっちゃ噛んだけど、そんな感じのことがあるって感じです。でここまでがですね、その位相を定めるっていうものの基本をやったって感じですね。まあなんか重いでしょう、基本がね。まあ多分これが大学の数学のその位相空間
間論の授業の 3,4 回分ぐらいだとは思うんですけど、はい、ここまでで、とりあえずその位相というものを、導入するそのなんか手立てみたいなものは全部終わったって感じですね。でここからですね、その設定した位相空間、設定した位相と設定した位相空間を具体的に触っていくっていうフェーズですね。はい、で、まあ、まずですね、最初に注意しておきたいのが、その位相の設定の仕方っていうのは一通りではないっていうことですね。これはそのさっきのね、回集合形とか閉集合形のあの3条件、あれを満たしてさえいればそれは位相空間だったわけじゃないですか。はい、だからその全体集合が同一のものであったとしても、その位相の入れ方っていうのは千差万別なんですよ。まあ、なんですけど、実際にですね、その位相を導入する方法っていうのは、もう有名な例が何個もあってですね。で、まあ、一番ティピカルな例がその3次元空間における距離の位相ですね。まあ、もともとね、その位相を入れたいモチベーションっていうのは、その近い遠いっていう概念を設定したいっていうことだったじゃないですか。もうなんかめっちゃしつこく言ってますけどね、その近い遠いっていう概念を設定したいっていうことだったじゃないですか。はい、でもそういう概念を設定するまでもなくですね、その僕らのその3次元空間っていうのは普通の日常の意味での近い遠いっていうのがありますよね。だからそこにね、距離というものがあれば、もうそれをそのまんま、位相として導入しますみたいな感じですね。はい、まあ、だからその一般的な言い方をすると距離空間というものです。距離というものがあればそこから定まる位相というものがあるって感じですね。授業によっては、最初に距離空間をやって、でその後に距離空間とは限らない一般の位相空間をやるみたいなね、まあ、そんな感じの流れも多いですね。まだ教科書とか授業は、教科書でそういう風な記述になってることも多々あります。そして距離空間とは限らない一般の位相空間にも有名な、位相っていうのが何個かあって、で、まあ、一番簡単なのが密着位相というものと、あとは、離散位相というものですね。密着位相というのは何かというと、空集合と全体集合だけを、回集合として採用するっていうね、そんな感じの位相のことですね。はい、密着位相ってね、まあ、なんでその密着っていうかというと、その密着ってその近い遠いみたいな概念がなんかこうちらついてるじゃないですか。でその位相空間のお気持ちとしてはですね、そのなんか2点取ってきた時にそれが回集合で分離できない感じだったら、なんとなくそれは離れてるっぽい感じなんですよ。でもその回集合として空集合と全体集合しかないんだったら、どう2点を取ってきてもそれが分離できるわけないですよね。だって同じ回集合の中にいるんだから。で反対に離散位相っていうのは何かというと、どんな部分集合も回集合っていう風に言ってるような、まあそんな感じの位相ですね。はい、だからこれはもう離散的ですよね。どの2点を取ってきてもその2点、その1点集合っていうのも回集合なんだから、各点が分離されてるって感じですね。はい、まあだから離散位相っていう風に言うっていう感じですね。でその密着位相と離散位相っていうのはね、もう極端な例なんですけど、その中間としてもいろんな位相がありますね。はい、でまあそれもティピカルな例としてハウスドルフ空間っていうものがありますね。まあさっきもね、ちょろっと言ったんですけど、その2点が分離されてる感じがあったら、それはなんとなくね、遠い感じなんですよね。はい、でハウスドルフ空間っていうのはどういう異なる2点を取ってきたとしても、それがね、回集合、それを含むような回集合で共通部分がないようなもの、これで分離できるっていう感じ、まあそれがハウスドルフ空間なんですけど、そのハウスドルフ空間っていうのはね、もう性質がめっちゃいいんですよ。まず距離空間、さっきちょろっと出てきた距離空間だったら絶対ハウスドルフ空間になりますし、あと、ハウスドルフ空間だったらね、その極限が存在していたとしたら、それは絶対唯一になります。まあこれを見てる人はね、高校数学得意だった人が多いと思うんですけど、高校数学でね、その極限の計算ってもう腐るほどやってきたじゃないですか。はい、でその極限が存在するか存在しないかとか、そういったことにはね、結構気を配ってきたとは思うんですけど、その極限が2通りあるかなんて、そんな感じのことって全然考えなかったんじゃないですかね。なんか病的な空間だったら、その極限がね、2個以上あることっていうのも全然あるんですけど、はい、まあでもハウスドルフ空間だったらそんな感じのことは起こり得ないですね。ハウスドルフ空間だったら極限は存在するとしたら絶対1個になります。でここまででですね、もう結構いろんな概念をやってきたとは思うんですけど、あとはですね、その2つの位相空間の間の比較とか、そこを結ぶ写像みたいなね、そんな感じの話もありますね。高校までだったらね、もう実数から実数への写像っていうのがもうほぼ 100% だったじゃないですか。もう写像っていうか、もう普通に関数のことですよね。高校までだったらもう普通に実数から実数への関数を考えるってことが、もうほぼ、それが全てだったとは思うんですけど、でも、これはですね、もう大学以降の数学になってくると、まあ冒頭でもちょこっと言ったんですけど、その定義域が位相空間から実数への対応とか、位相空間から複素数への対応とか、まあ、あとは位相空間から位相空間への対応とか、まあ、全部写像ですけどね、まあ、そんな感じのことも結構考えるんですよ。まず導入しておきたいのが連続っていう概念ですね。その2つの空間の写像、それが連続っていう概念です。はい、まあその連続っていう概念を手にすることができれば、今までの、その高校までと同じような話ができるかもしれないですからね。そしてその定義域、その部分集合が連結とか、その定義域がコンパクトとか、そういった概念も手にしていきますね。これも高校までだったら、例えばその中間値の定理とか平均値の定理とかやったとは思うんですけど、その定義域が回区間ならとか、その定義域が平区間ならとか、まあそんな感じのことって結構気を配ってたじゃないですか。まあ高校までだったらね、その定義域が
か体育館か閉区間かぐらいだったとは思うんですけど、そのわけわかんない定義域、その元々のその空間がわけわかんない空間で、その定義域もわけわかんなかったらなんかいろいろ困るんですよね。そこから車窓を考えるときとかに。なので、その定義域がコンパクトだったら、そしてその連続車窓で飛ばしたらどうなるとかね、それが連結だったらどうなるとかね、そんな感じのことを考えていくんですね。まあそんな感じのことをやっていくと、最大値最小値原理っていうものが、出てくると思います。まあやったことある人も多いかもしれないですけどね。最大値最小値原理っていうのは、その位相空間、わけわかんない位相空間から実数への連続車窓で、でそれの定義域がコンパクトだったら、そのコンパクト空間をその連続車窓で飛ばすと最大値と最小値があるっていうことですね。はい。まあ高校までだったらね、その最大値最小値があるなんてことって、まあ結構ほぼ当たり前だったんじゃないですか。もうそのなんか図形的に当たり前、最大値最小値持つのは当たり前だろうみたいなね、閉区間だったら最大値最小値持つのは当たり前だろうみたいな感じでやってたとは思うんですけど、そんな感じのこともね、結構ね、簡単に証明できちゃうんですね。特にその定義域がどんな位相空間であったとしてもわけわかんなくでも、そこがなんかコンパクトだったらどうのこうのとか、そんな感じの言語を習得できるんですよ。まあということでね、もうすっげー駆け足でやりましたけど、まあちょっとまだね、結構やんないといけないというか、喋んないといけないことって割と漏らしてるんですよね。ハイネボレルの定理とか、あとは何があるかな、その固定連結と連結の話とか、そんな感じのことも多分絶対授業でやるとは思うんですけど、はい、やっぱちょっと語りきるのは無理かもしれないですね。もしかしたらちょっと続きはね、なんかまたやるかもしれないですけど、はい、なんかそんな感じ、ちょっとやっぱり難しいですね。まあ何回かまたやるかもしれないので。そんな感じです。みんな位相空間論頑張ろう。はい、ということで本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスとかもマジでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。